事件当時の筑紫駅の待合室。屋根に、機重奏者による穴が2箇所開いているのがわかる、被災者となった、西鉄200系。1940年10月、春日原現役にて、筑紫駅列車空襲事件は、第二次世界大戦末期の昭和20年8月8日午前に、福岡県筑紫郡筑紫村内の西日本鉄道、大牟田線筑紫駅付近で発生した、空襲事件である。 非武装の列車数本に対して、アメリカ軍の戦闘機複数が、機銃装車を加え、多数の死傷者が発生した。8月8日、西鉄福岡区時40分発の大無体機下り、普通列車は途中、入営車を中心に200人近い客を乗せ、ほぼ満員状態であった。途中、空襲警報発令のために1時間停車、筑紫駅には午前11時頃に差し掛かった。 ほぼ同じ頃、久留米方面から福岡方面へ向かう、上り列車も筑紫駅に差し掛かっていた。この2列車がアメリカ軍の戦闘機による機銃走車を受けた。筑紫駅周辺は、田園地帯であり、航空機による攻撃に対して無防備であった。両列車合わせて、死者の数は64名、負傷者数は104名という甚大な被害を受けた。なお、この日に、 宮野陣駅でも列車が、機重走車を受け、数名が負傷している。また、同日に、国鉄荒木駅も駅舎及び停車中の車両に対して、機重走車を受けている。2013年、両列車及び荒木駅舎への機重走車の様子を、戦闘機搭載のガンカメラで撮影したカラー映像が、大分県宇佐市の地域おこし団体である。 豊かな国宇佐市塾の手によって、アメリカ国立公文書館保管資料の中から発見された。空襲時に、筑子駅のプラットホーム上にあった町合遺室が1981年に、筑子の市役所筑子出張所敷地内に移築され、保存された。当初は屋外に展示されていたが、2015年に、筑子コミュニティセンター横に建てられた保存施設内に移設されて、屋内保存となった。 通常はガラス越しでの見学となる。通説では、八万空襲に護衛機として随伴した、p 四十七とされるが、目撃者からは p 五十一とする複数の証言があるという。西鉄電車空襲米軍機の映像終戦間際、福岡、筑紫野の駅二千十三年二月二十五日付、西日本新聞長官西鉄電車空襲の映像入手大分の市民団体。 米軍機が撮影西日本新聞2013年2月25日、閲覧。旧西鉄筑市駅町合所の見学方法。筑市の市。2018年4月1日更新。戦後70年。西鉄列車空襲生々しく米軍映像を市民団体が入手。公開産経新聞。2015年8月9日。ありがとうございます。